ザスタバ M92 とは、セルビアのザスタバアームズが設計したアサルトカービンである。全体的な形状はヒンジで固定された上部レシーバーカバーやレシーバーカバー、中部部分に移設された、小門、極端に短縮化された、重心、重光炎を抑え重性を前方に拡散させるための特徴的な重光部分など、ロシア製のアクスマイナス 74U に類似している。 弾薬は旧式の 7.62EX39mm 弾を使用するため、反動はややきついが大物打撃力では勝る。ただし、下方折りたたみ式の重傷や、ハンドガード左右側面の3つの冷却口、薬室周りのレシーバーの盛り上がり部分など、ユーゴスラビアセルビア製 a 系に特徴的な形状を残している部分もある。ほぼ同一の形状で、 5.56mm、ナトーダン仕様のチャスタバ M85 も存在するが、現在のチャスタバアームズ公式サイトでは M85 を、はじめとする 5.56mm ナトーダン仕様の AK 派生型は、新型のチャスタバ M21 系列を除いて、カタログに載っていない。M85 や M92 を、M21 のパーツを使用し、 M21 風の外観にした M85M や M92M も開発されている。ユーゴスラビアセルビア製 AK には 5.45X39mm 弾仕様の方は存在しない。http://www.zastava-arms.rs ラッシュ2010年11月13日閲覧。ありがとうございます。